在所不属の体となり、氷と水のごとくにて、氷大きに水をし、触り大きに徳をし。ナマンダブツナマンダブツ。おはようございます。おはようございます。今日も、朝からですね、仏様に命をいただいてね、朝を迎えられたことを嬉しく思います。今ね、読ませていただいたのは、親鸞様のですね、高僧和さん、曇鸞様、ね、小からの和さんなんですけれども、氷と水っていう言葉が出てきましたね。氷がですね、どうですか。もしこのぐらいの氷があるとしたらですね、ちっちゃいんですね。そうすると、溶けたら、お水も少しですね。もし、こんなに大きい氷があったらですね、その氷が溶けたら、お水も多いですね。そのことをね、ここで例えてあるんですね。もしもね、私たちがね、今まで生きていてね、悪いことをしたりとかね、悲しいこと、辛いことでね、心痛め、そういうね、煩悩って言ったりしますけどね、そういういくら悪いことをした、そしてね、こんなに大きい氷みたいにね、いっぱい悪いことをしたとしてもですね、仏様のね、温かい光は、その氷をね、もう溶かすほどね、素晴らしい力を持っているのでね、いくら大きなね、氷のような罪があってもですね、それだけ仏様のね、お救いの力も大きいんですよというね、そういう意味でね、ここにそういう歌があるんですね。私は、去年ですね、日本から参りましてですね、いろいろとこちらに来てね、驚くことがあったり、ね、嬉しいことがあったりしますがね、本当につくづく思うのはですね、仏教の教えっていうのはね、本当にね、どこの場所に行こうとね、変わることがないんだな。本当の教えっていうのはね、どこのどんな場所になっても、時代が変わってもね、変わらないんだなぁとね、いうことを思うんですね。例えばですね、私たちのね、日常生活の中でね、考えてみますとですね、例えば、おまわりさんね、警察官がいたとしますね、ここにですね。そして、例えば夜ですね。そしたら私たちはどう思うでしょう。暗いなぁ、ちょっと不安やなぁ。でも、おまわりさんがいてですね、よかった、おまわりさんがね、いてくれるからね、ちょっと安心な気持ちがありますね。でもね、もし、泥棒がおまわりさんを見たらどう思うでしょうか。暗い中ね、これから仕事しようと思ってる。おまわりさんがいたらね、嫌な人やってしまう。これは逃げなくちゃいけない。ね。同じおまわりさん、警察官を見てもね、その人によって思うこと違いますね。ああ、安心だと思ったらね、はあ、逃げなきゃいけない。そういうことがあると思うんですね。そしてね、もう一つね、私ね、こちら来て驚いたことがあったんですけどね、このブラジルでね、娘はね、今ブラジルのね、現地のね、私立の学校にね、通ってるんですね。で、学校がね、この間始まりまして、そしたらね、学校の規則っていうかね、守ってほしいことがね、書いてあったんですね。で、その中にね、ずらーっといろいろ書いてあるんですけど、その中にね、皆さん、なるべくね、愛情を表現しましょうって書いてあるんですね。恋人、先生、お友達を見たらね、なるべくハグをして、キスをしてね、愛情を表現いたしましょうって書いてあるんですね。それが、仲良くする
するねコツですよと書いてあるんですね。でこれはね、ああブラジルだなと思いましたね。これがね日本だったらえらいことですね。もう日本はねそういうね時代が経っても男女の交際とかはね未だにねちょっとね隠さないといけないという感じがあるんですね。例えばねちょっと前のことになりますけどね、私はお姉ちゃんがいるんですね。お姉ちゃんがね高校3年生18歳ぐらいの時かな、初めてボーイフレンドできたんですね。でそれで学校の帰り道にねそのボーイフレンドと手をつないで歩いてたね。そしたらねそれを見てね学校に電話する人があったんですね。ね、手をつなぐとはけしからんね。で担任の先生がわざわざうちに来てですね、男女のね交際というのは清らかなものでないといけないね、そんなに手をつないだりとかそういうのじゃなくてね、二人とかで歩くんじゃなくてみんなで仲良くするもんだね。そういうことでそういうことはやめてくださいとわざわざ言いに来られたんですね。そんな風にね校則とかも国がね違うとね全然違ってくるんですね。ね、そういうことに驚きました。立場が違う、場所が違うと変わってくる。しかしですね、このね仏教の教えっていうのはねもう2500年も前にねもうはるか昔にできた教えなんですね。でもねそれはね今でもちっともね古いっていうことがないんですね。今でも本当のことを言ってくれてて、本当の幸せをね私たちにねくださるんですね。いろんな言い方ができますが、さっき言ったことでね氷の話がありましたね。悪いことをしてしまうっていうね私たちの気持ちっていうのはねどの時代になっても変わらないんですね。あ、こうしたいな、あれが欲しいなとかね、そういう気持ちっていうのは人間はずっと持っててですね、でもねそのそういう気持ちをね仏様っていうのはね必ず溶かしますよ。そしてねあなたを救ってねお浄土に連れて行きますよとね言う教え、これはねちっとも古くならないんですね。こんなね今までにねその教えを聞いてね幸せになった人がねたくさんおられるんですね。例えばね最後にこんな歌を紹介しようと思いますね。日本のですね岡本かな子というね小説家ですかねいらっしゃるんですね。これはね岡本太郎だったらわかりますかね、有名なね芸術家ですねいらっしゃるんですね。芸術は爆発だってね日本では流行ったんですけど、その方のお母さんね、その方のお母さんはね仏教のことをとても喜ばれていてね、こんな歌を残しております。年々に我が悲しみは深くして、いよいよ華やぐ命だいけね。え、年を取っていったらね私の悲しみはねもう深くなる一方なんだと最初に言われてるんですね。いろんな辛いことがあった、悲しいことがあった、でもね次のところはね、いよいよ華やぐ命だい、ね、悲しいことがあったけどね命はますます華やかに輝いていますと言われるんですね。なんでと思いますがね、悲しみ、悩み、辛いことっていうのはねやっぱり生きてる分だけね大きいですね。どうしてもね大きくなっていきます。でもその分だけね仏様がね溶かしてくださるんだな、大きな大きな救いだなっていうことがね年を取るごとにねますます感じられてね嬉しいなという歌なんですね。ですからね、この仏教の教えっていうのはね、年を取るとね、ますます末広がり、わかりますか？扇がね、広がっているようにね、ますます嬉しい、ますます幸せな
教えであるなというね、そういう喜びの歌なんですね。今日はですね、仏教のお話、これはね、本当に古くなることのない、ね、場所、時代が変わってもね、本当のことをね、言ってくださってる教えですよ、というね、お話をさせていただきました。静かにね、聞いてくださって、どうもありがとうございました。